俺の名前は坂井直人。とあるチェーン店のファミレスで社員として働いている。年齢は26。彼女いない歴イコール年齢の猛男だが、いつかこんな俺でも彼女ができることを願いながら毎日強く生きている。ファッション雑誌読んで服装にも気をつけてるし、小綺麗にして清潔感を保つようにしてるし、振る舞いも立ち回りも悪くなかったと思うんだけど、何がいけないんだ。先輩であり上司に向かってかなり言いにくいんすけど、いい人だけど恋愛関係に発展するにはなんだか物足りないというザ・いい人止まりでしかない普通のつまらん男。めっちゃはっきり言うやん。ついこの間マッチングアプリで出会った女性に振られたことを仲のいいバイト宮永に愚痴ってケチョンケチョンに言われたところである。きっと坂井さんにも彼女できますよ。俺の彼女も坂井さんの話をすると面倒見のいい人ねって言ってますし。リア充爆発しろ。そんな小競り合いをしていると店長が入ってきて俺たちに声をかけてきた。来週新しいバイトが入ることになったからよろしくな。坂井、悪いが教育係頼む。宮永はホールのフォローに回ってくれると助かる。わかりました。了解です。面接した感じだと接客業未経験だけど、ハキハキして愛想もいいし、接客するにあたって問題なさそうだから。というわけで俺は新しいバイトの教育係を任されることになった。山田哲夫です。よろしくお願いします。店長の言う通り、新人バイト山田は初対面だったがとても好印象だった。坂井です。これからついて仕事を教えていくのでよろしくね。おい、よろしくお願いします。年は23。見た目はパンサーの向かいに似た雰囲気イケメン。明るくて人当たりも良かった。山田は誰とでも気さくに喋り、仕事もそこそこできるやつだった。これはいい人が入ってくれたなと思っていた。山田とは休憩時間がよく重なったので、他愛ない雑談をしてコミュニケーションを取ることもあった。山田くんって彼女いる？彼女いますよ。同じ年なんですけど。そうなんだ。彼女いない同盟の仲間探しに失敗した時、山田は急に得意げな顔をして語り出した。いや、彼女いるんすけど、ヒステリーが激しすぎてついていけんのすわ。まあマジ勘弁って感じで。そうなの？そうなんすよ、超ヒス。毎回辛くてたまんないんですよね。そんな彼女に我慢してる俺ってマジ偉いって自分を褒めたいですもん。へえ、そうなんだ。大変なんだね。彼女以外にもアプローチされてる女が今何人もいるんすけど、その女たちにも追いかけられて、相手するのも疲れてて、もう迷惑なんすよね。本当に女って面倒ですよね。はあ、モテるんだね。彼女がヒスで大変と、他の女に迫られて疲れるし迷惑という話を延々と話していくので、大変だなと聞きつつ、心の中でモテを撲滅しようとハンカチをギリッと噛みしめていた。しかし毎回のように彼女のヒスを我慢してる俺、彼女以外にもモテて困ってる俺のエピソードを聞いているうちに、少しの疑問が湧いてきた。今回もまたスネをよろしくご自慢話をいつもは聞き流しているが、あえて突っ込んで聞いてみた。この前彼女の料理が超まずくて、食べるのを拒否したら怒鳴られたんすよ。超ヒスでマジ怖かった。へえ、どうまずかったの？調味料の配分間違えてたとか？いやいや、あいつコンソメ使ってたんすよ。俺コンソメ嫌いなのに。なるほどね。山田くんが嫌いなの知ってて料理に使ったってこと？さあ、彼女の家に行ったら作ってたんで。この辺りから山田がいつも話すヒスエピソードに全く違う印象を持つようになった。山田くんのために作ってくれてたんじゃないの？さあ、バイト終わって暇だったんで行ったら何か作ってて、俺が腹減ったって言ったらそれ出してきたんすよ。で、一口食べてゲロまずだったんで、何気なくスプーン置いて、俺も気遣ってゲームしよっかって言ったら、急に切れ始めてマジで意味不で、ほんとヒス女ってどこに地雷あるかわかんないから困るっすわ。いろいろと突き詰めて聞き、最終的に山田の話をまとめると以下の通り。彼女宅にアポなし訪問、お腹すいた飯を連呼。彼女が今作ってるのしかないけどと山田に聞いて、山田は了承したのにポトフが出されて一口食べるだけで、食べて何も言わずに放置。彼女に、お前が今やってるゲーム難しそうだから俺が進めてやってもいいよ。彼女、残すなら最初から食うなと激怒。ヒス怖え。おそらく他のエピソードも一時が万事こういう感じなのだろうなと、そう思えるほどどんどん話のボロが出だしたのだ。なんでせめてこれは食べれなそうだ、ごめんって言わないの？いやいや、せっかく出してくれたものをまずいって言うとかわいそうでしょ。そんだけ気を使ってやったのにさ。さらにアポなし訪問は毎度のことで、やはり来る前に連絡しろといつも言われてるんだとか。
それに対してこの男の返しが本当にあたおかだった。連絡してよって毎回しつこく言うから、うん分かったって優しく言ってやってるんです。やっぱ好きな女の言うことは全肯定するもんだって思うし、毎回分かった分かったって優しく言ってやってるのに、また連絡しろってヒスを起こして切れるんすよね。ほら女って意味のないことですぐに切れるじゃないすか。いやそれは彼女さんが怒るのも当然のことだと思うけど。え？彼女の言うこと分かるんすか？もしかして酒井さんってそっちの人？まさに日本語でオケな人種だった。俺はネットでよく見る神経わからん案件のやつが実在するのかと戦慄しつつ意見を言ってみた。あのさ、話聞き終わってからの俺の感想だけど、彼女もその女性たちも悪くないと思うよ。え？君が彼女や女性たちに対して思う感情があるように、彼女や女性たちも君に対して思う感情もあるわけでさ、ちょっと子供っぽすぎない？そう言うと山田いきなり立ち上がって激高しだした。ああ、そうっすね、どうせ俺が悪いんすよ、いつも周りはそういう。っていうかそれってあなたの感想ですよね。ひろゆき、まあ理解してくれなんて思いませんから。そうまくしたて外に出て行って、休憩時間内には戻ってこなかった。ちなみに戻ってきた山田は何もなかったかのようにニコニコとして相変わらずで、ちょっと気味が悪いくらいだった。そしてそれ以降、山田が俺にモテ自慢と彼女の話をすることはなくなった。山田の話を疑問に思ったのは、彼女のヒスエピも言い寄られて困っているエピも毎回危機としてその話ばかりをしていたからである。ネット掲示板で得た知識もあるが、本当に言い寄られて困っていたり、彼女のヒスがうんざりで辛いと思っていたら、人ってのは精神的にも疲れてやつれていくもんだと彼女がいたことのない俺でもわかるよ。それからというもの、山田は話をする相手を宮永に変えたらしく、いつも休憩室でいつもの話をしているのが聞こえてきていた。ああ、そうですよ、どうせ俺が悪かったですよ、理解してもらわなくていいですけど。うわ、びっくりした。そんな山田の怒鳴り声とともに休憩室のドアが開くと、山田が飛び出してきて外に出て行った。宮永、山田に何か言ったの？大したこと言ってないっすよ。それ彼女悪くなくね？完全にお前の方が人間性皆無のおつむイカレちゃん。メッセージ4通だけでモテお自慢とか自意識過剰マンチューって返しただけっす。っていうか女の悪口言って生きてた割にはメンタル弱めっすね。辛辣。宮永は山田と同じ年だったからか、俺より容赦ないツッコミ、いやご意見だった。その後戻ってきた山田はやはりいつもの通りに仕事をこなしていたが、心が強いんだか弱いんだかわからん。それから数日が過ぎた週末、ジュアース、ご飯食べに来ました。なんと休日の山田が彼女を連れてうちの店に食べに来たのだ。おお、いらっしゃい、こちらが彼女さん？こんにちは、いつも哲夫がお世話になってます。彼女はいわゆる清楚系の可愛らしい女性で、こちらが挨拶をすると丁寧に挨拶をしてくれた。いつも通りの接客で山田と彼女さんを席に案内した。注文の品を二人に持っていくと、どうやら山田がバイト自慢話をしていたようだった。でさ、俺って優秀だから俺がいないとホールが回んなくて、今日はいつもよりお客がいないから俺抜きでも回ってるみたいだけどさ。うん、これでも俺店長からも働いてるスタッフみんなからも信頼されて仕事任されてるんだぜ。すげえだろ。そうなんですか？不意に彼女さんの方からそう話を振られたが、曖昧に笑ってごまかしておいた。いやいや、今日は忙しい土曜日ですが、テーブルにいるお客さんの数が見えんか？それを彼女が今日しか休み取れないからって休んどいて、それはねえだろとは言えんかった。お客さんの流れも落ち着いてきた頃、テーブルの片付けをしてダスターをして回っていたら、ちょうど山田と彼女さんの席の隣で作業をすることに。すると山田は俺に聞こえるように悪口を言い始めた。ほら、この人社員なんだけど、いかにも仕事できねえって顔してんだろ。そうでもないけど、さっきから動き回ってテキパキ仕事してんじゃん。いやいや、そう見せてるだけ、俺の方が仕事できるから。そんなんだから彼女できないんだろうな。ウケる。はいはい、ムシムシ、平常心平常心と平然として作業をしていたら、次の瞬間、うぜえんだよお前、何様だよ喫茶。え、な、なに？あんた何様だって言ってんの？っていうか、あんたが誰からも信頼されてるほどの責任感をお持ちだったら、飲食店が忙しくなる土曜日に休んだりしませんから。おい三葉、なんだよ急に。ねえ、俺がいないと店が回らないとか、自意識過剰すぎてヤバすぎなんだけど。
周り見渡してみなよ。あんた必要？むしろいない方がスムーズに回ってるまであったりするでしょ。おい、俺をバカにすんな。いやいや、バカでしょ。何度言っても家に来るなら LINE とか電話入れてっていう簡単なことができない理解できないやつだから、バカにしてるんじゃなくてバカだと思ってるんだよ。ああ、またそうやってヒスを起こしてみっともね。俺を悪者にしていい気になって。どうせ俺が悪いんですよ。理解してもらわなくてもいいけどね。そう言って拗ねた山田はいつかのように金も払わず外に出て行った。そんな山田の背中に投げかけた彼女さんの言葉にごもっともで、賞をあげたい。ヒス起こしてんのあんたでしょ。どうせも何もあんただけしか悪くないけど、友達と喧嘩して拗ねてる翔一か。そして彼女さんは席から立ち上がると、硬直していた俺の方に向き直って深々と頭を下げてきた。哲夫が失礼なことばかり言って本当に申し訳ございませんでした。いやいや大丈夫ですよ。お気になさらず。あの、二人分のお金ちゃんと払いますので、すみませんでした。あいつの分は俺が払っておきますのでいいですよ。あの、なんかこう留飲が下がったというか、あなたにかばってもらった感じもありますので、そのお礼に。いえ、そういうわけには。そんなやり取りをしていたが、結局俺が山田の分を支払いするということで落ち着いた。三葉と呼ばれていた彼女さんは帰り際にまた深々とお辞儀をして帰っていった。山田に毒吐いていた時のギャップはすごかったが、可愛い子だったなと思う26歳の秋。それから山田は3週間無断欠勤をした。こちらから何度連絡しても音沙汰なしだったので、店長と話をしてクビという形で処理をした。皆さんお疲れっす。いやー、俺がいなくてオールやばかったっしょ。しかしそこは小一の山田、何事もなかったかのように普通に店に来て着替えを始めようとしていた。今店長呼んでくるからここで待ってて。山田を創生死して店長召喚。店長口も目もまん丸くして驚いていた。店長と二人で話し合いをしていただくことに。その後出てきた山田はにこやかに笑いながら言った。みんな気にしないでね。俺どこ行ってもうまくやれちゃう方だからさ。むしろ俺いなくてごめん。俺いないけど頑張ってね。そう爽やかに意味不明な供述をしながら帰っていった。発言がキモすぎて立った鳥肌がサメ肌に進化を遂げたんだが。こら、こうちゃんお口チャック。宮永が追撃しそうになっていたのは俺が止めておいた。なぜ連絡をしなかったんだと説教してたんだけどね。なんか、わかりました、むしろ申し訳ないっすとか言って出て行ったんだよね。どういうことだと思う？何がむしろなんだ？知らないです。宇宙人語わかりません。というわけで、うちのファミレスに宇宙人が働きに来た話でした。その後は、この流れでいくとうちのファミレスに彼女が来るようになって、徐々に交流してラブロマンスが始まり、今は俺の彼女ですっていうオチつけられるやん。なんでな？三葉さんがただ単に正義感が強かったか、クソ男と別れるきっかけが欲しかったんじゃないすか？俺の春はいずこ。今は秋っすよ、酒井さん。正直キモいっすわ。くぅ、辛辣が体に染みるぜ。あの時の彼女さんと何かが始まるわけでもなく、宮永くんにバッサリ切られる通常通りの日常を送っていた。そんなある日、仕事から帰っていたら、とあるラーメン屋の前に人だかりができていた。なんとなくそっちの方を見てみると、揉めているラーメン屋の店員と見たことのあるやつがいた。金払え、食い逃げ。今警察が来るからな。知らないっすよ。だって金ないからしょうがないっしょ。どうせ俺が悪いんですよ。理解してもらわなくてもいいですけど。落ちるとこまで落ちたな。関わらんとこ。俺はそっとその場から離れたのだった。しかし世の中にはいろいろな人種がいるものだ。一回でいいから、どういった思考回路で物事を考えているのか、頭かっぴらいて見てみたいものである。マッチングアプリやめて婚活サイトで出会い探してみるか。俺は猛男ではあるが、常識を持ち真っ当に人の道を歩いているという自分を密かに誇っている。それにしてもなぜモテない。消せぬ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。